人生のリスクの取り方をアドバイスいただければ幸いです。なんだリスクの取り方って何、リスクの取り方をアドバイスってどういうことだ。リスクを取って何かをする時のアドバイスってこと。人生にリスクなんかねえだろ。人生なんかもうずっとやるかやんないかだろ。リスクはやらないことでしょ。リスクは学ばない、鍛えない、成長しない、やらない、始めない、進まない、こういうことでしょ。やる、進む、学ぶ、もうその何か行動を起こせばリスクはないですよ、基本的には。はい、何か育ちますし何か進みますから、もう一番良くないのはやらないっていうことです。これ気をつけた方がいいと思いますよ。